皆様、10月21日になりました。今回はあのラブライブの登場キャラクターで賢い可愛いエリーチカの異名であるエリチカこと綾瀬エリちゃんのお誕生日です。エリチ、お誕生日おめでとうございます。本当にお祝いしますよ。さあ皆様もエリチカこと綾瀬エリちゃんのお誕生日を祝ってください。お願いいたします。ミューズの一人、 HKKE 賢い可愛いエリチカ、そう、それがこの綾瀬エリちゃんでございます。院長タイプでもあります。さて、もうラブライブはもう12年以上が経ってますが、もう知る人とは知ってます。自分もラブライブはあれ最初からご存知で、もう今のラブライブスーパースターまで至っても存じております。自分はですね、ラブライブ第1期も第2期も全て見てますし、知らないはずもありません。はい、まあどちらにせよ、せっかくの誕生日祝いだから、皆様方で綾瀬えりちゃんのお誕生日を祝ってあげましょうよ。 KKE 賢い可愛いえりちかこと綾瀬えりちゃん、お誕生日おめでとうございます。では、また。